おはようございます。さあ、令和最後のまんまい男、荻ひかるでございます。ですね、リゼロ8ヶ月間か7ヶ月間かもっとか、結構追いかけたんですけど、そろそろ他の台打ちたいなっていう気持ちが正直ここ数ヶ月間ございましたんで、まずはこっから攻めます。マドカマギカみんな大好きね、まずはこっから小手調べに、その後点々と移動するかもしれませんが、はい、スタートしたいと思います。29375、さあ実践してまいりましょう。ちょっとね、頭が普段より濡れてるんすよ。昨日あまりにも疲れてシャワー浴びれなかったっすね。逆に久々に朝シャンでございます。 VS 新ホギア戦っていうんでしょうか、やっちゃいましたよ。1万3000枚オーバー、1万枚超えたのどれぐらいぶりだろうか。本当に約550ゲーム残して閉店ですよ。なんかまあ正直ね、心地よい疲れって感じじゃなかったっす、うん、昨日はね、ひたすら後半回しただけなんで、後半のその怒涛の上乗せラッシュというか、いい波っていうか、もう中で意図されてるとしか思えないっすね、あんだけ台が豹変したら。僕が言いたいのはね、いいんですよ台の中で何をやってもいいんだけど、さも何もやってませんみたいな状況で内部で確率が変動することに結構僕はんって違和感というか憤りがあってさ、どうしてもね、同じフラグを引いて同じことやってんのに全く結果が違うっていうのがいまいち解せないんだよね。まあでも本当ね、勉強になったというか、いい経験させてもらいました。あ、スマートスロットってこうやって勝ちパターンがあるから、まあ10回なり15回なりに1回、僕クラスだとトータル期待値を積み上げて勝ってくんだなっていうのはすげえ理解できました、ようやく。はい、とりあえず朝1回バレるまで最低でも打ちます。やっぱね、パチンコ200分の1っていうのが一番バランスいいと思うんだよね。おい、来た。はい、一発目のバレでございます。こんなもんじゃ終わんないです、ちなみにバレの信頼度がですね、赤の先バレだったんで 45% ですね。ちなみに虹でバレた場合は大当たり濃厚と。変動開始時の裏ボタンもあるんだね、先バレ時に。なるほど。ちなみに占有率がね 90% もあるんで、はい、もう大丈夫だよ。あ、星4、ある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 、はい、ある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 、お願いします。はい、これなんすよ、200分の1って。叶えてよ、66回転。さあ ST 入れとこう。突入率が 55% です。初当たりの 1% がいきなりアルティメット7ぞろいかなんかになると思いますが、一発告知、 このゲージがなくなるまでにですね、だいたい3つ目の後半から4つ目で来ますが、数字が2なんで揃った図柄が、まああんま関係ないっちゃ関係ないんだろうけど、この辺からここ、はい、残念、カスでした。なんか納得できるよね、200分の1だと。これでも、もちろん続行でございます。おお、お今飛行機が飛ぶ飛ばない論争をしてたらバレました。はい、君なら運命を
君なら運命を変えられる、はい、33波低いです。君なら運命を変えられる、はい、33波。おお、ちょっと金保留です。これはもらいましたね、さすがに。パッカー群れ、まあ、これ当たったと仮定して 55% が SD です。継続率が 65%、 右打ち収納あたりの、約 27.5% がラッキートリガー。ほら、やれそうでしょ、やれそうじゃん。あ、星さん、いや大丈夫だろう。ほい、はい、全部乗せ、大丈夫。はい、今押してたのにボタンが動かなかったはず。ラッキー。いやあ、2回目は入ろうね、ラッキートリガー。1だから大丈夫なはず。ありがとうございます。チャンス告知でいきます。ファーストアタック777はどう？ちょっと待って、777って何？関係ないか。わかんないっす、ちょっとわかんない。はい、あ、100確定じゃん、ラッキー。さあ来たよ、右打ち確定でございます。 OK、 一応お早いもんでございます。サービスだよ、サービス。64回転の間に62分の1を引けば勝ち、勝ちっていうか当たり。その継続率が約 65% というふうになっております。おっと、先読み来た、熱い、先読み熱なんで、先読みチャンスモードにしてるんで大チャンスだと思います。では先読み来てんだぞ。オッケー。問題はこっからなんだよ。はい、これがワルプルギスの夜ボーナスが2分の1で出てくるんですよ。でそのワルプルギスの夜ボーナスのうちの 55% がラッキートリガーなんですよ。まずはワルプルギスを狙う、願う、いとこ、もう一回来たらワルプル。あ、これは普通のボーナスです。幸先よしおじゃね、うん、これがキューベ国士ボタンモードがいいんですよ。これが面白いのよ。まずは64回転の中で 62.2 分の1を引く。はい、来た、これ15でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、このどっかで告知がキュイッとなったら確定です。で大抵最後の方なんですけど、この辺で止めとく。2まで行こうか、1まで行こうか、押します。はい、ダメ、これはまあ当たらず。これが15とかじゃなくて30とか40いくつとか、数字が15はね弱いのよ。ほら、かわいいでしょ。いや、1までいっちゃったけど、いきます。ダメ、黒い、黒いキューベ保留が、ここ、あ、来た、あ、15かよ。おっ、来たよし、面白いでしょ。おい、
5だぞ、いいぞ。この後あらー、なるほど、これがね楽しいんですよ。さあまだまだいきますよ。まずはワルプルギスを目指さなきゃ。おいキューベ出てこい。15、さっき10ぐらいできたもんね。ほいほいほい、あーダメ、60回転しか ST ない割にいろいろ演出がね適度に出てくれるんで。残り13回転。おい来た、10。おいダメ、あ赤きた。これ50ぐらい来い、40か50来い。あれ2、3、4、5、9、8、7、6、5、よし、これなんすよ。これがね面白いです。いい笑顔でしょ俺今。ありがとうございます。さあそろそろワルプルギス来てほしいぞ。これ来るときすぐ来んだけどね、来ないときずっと来ないです。なんかもうそういう風になってんのかなとしか思ってないですけど。白かーい、でも赤、赤だろ。30、これこれチャンス、これチャンスです。1、おワンプッシュ、ワンプッシュ、しかも9が揃いますんで、これワルプルチャンスなんじゃないの。ううっ最高かよ、マドカマギカ、うん、最高だよ本当に。さあそろそろワルプルギス、ほら行かないでしょ。一応2分の1と言われてるはずなんですが、残り18回転です。うい25、なくはない。赤まで行ったら、赤まで行った、チャンス。1、2、3、4、5、7、8、9、10、泣いていいんだよ、連打するぞ。いや赤まで行ったんだけど、さやかちょっと弱い、な連打する、ダメだった。あーダメか、面白いね、面白いよ、うん、いろんなこうタイミングの楽しみ方が、あこれ大丈夫です、これ大丈夫です。あれお願いします。よし、ビビった、ただ6なんだよね。ほらね、ワルプル1回も来ず、一応2分の1って言われてるけど、まあ、僕は違うと思ってますけど、 50% がこんなに来ないって正直ちょっとおかしいと思ってんだよね。連続ダメ、いやいや行っとこう行っとこう行っとこう、こっから、まあ、終わったんですけど、4回転は残保留というやつで、これで多分リーチが来たら確定なんじゃないかな。ここも62分の1なんで、62.2分の1なんで、テンパレかー、終わりました。7300発ですね、出玉が。これ200分の1だと1回大当たり終わっても次またやろうっていう気になるじゃないですか。200分の1だと確率分母の200まで回して 64% で当たるからね、確率分母回したら。
64% チャレンジやろうかっていう気になるんだけど、やっぱね320分の1になるとねちょっと尻込みするな僕は。昨日のまんまいから今日の多分帰れるであろう状況まで全部うまくいったんですが、なんでこんな風にいい感じになってるかっていうのはすごい明確な理由がありまして、全部で3つ要因があります。まず1つ目、8月1日から昨日まで、一昨日までか、8月の28日までめちゃくちゃ負けました。万枚どころじゃない、まあ2万枚ぐらいは行ってますんで、ベースが4万5000円から6万5000円の間なのよ、1日の負け額は。2つ目、あんま言いたくないですけど、スピード違反しちゃいました。ゴールド免許になるんじゃないかと思われてた僕が、また普通の青い免許というふうになったのが2点目ね。その不幸の、負けまくったスピード超過。そして3つ目、カードの不正利用をやられました。自身2回目でございます。クレジットカードなんだけど、普通にこう使ってる普段使いのカードじゃなくて EXIC っていうさ、これをこうピッとやったらタッチでいけるんだけど、まあ要はモバイルスイカの物理カード版みたいなもんです。あ、お客様の ID、不正利用の可能性があるんで現在 ID を止めております、アカウントを止めてますって言われて、えっって言って、その場でこれはお客様かどうか、確認してくださいって言われて、で結構僕一気に新幹線買うから、品川名古屋とか品川小倉とかさバンバン買うわけですよ。その中に東京広島大人5人子供2人っていうのが紛れ込んでて、それ僕じゃないですって、それが、不正利用が発覚して、結局はですね2週間後に新しいカードが来て、今はもうアカウント戻ってんだけど、大負け、スピード超過、カードの不正利用された、この3つが、僕の8月の負の、出来事だったわけですよ。それが昨日の新ホギアの黄金っていう3つのあのアイコンに全て凝縮されて戻ってきたと。ここで話はまあ一通り終わるんだけど、一つ皆さんに疑問があるんですよ。カードの不正利用って、例えば僕のカードを不正利用する人がいました。秋葉原でテレビを20台一気に買いました。それを、どっか中古屋さんみたいなとこに、裏の業者のかなんかに売りました。それってさ、不正利用の理屈が通るじゃない。現金をそいつは、その犯人は手にしたわけだから。思ってるのが、この EXIC のカードって払い戻した場合、僕のクレジットカードにお金が戻るわけです。その人なんで JR を買ったの？東京広島の往復の何十万円分かのやつをどうやって現金化したの？その犯人は。それ知ってる人いたら教えてほしいですね。以上、沖ヒカルの8月にあったいろいろな出来事のコーナーでした。で終わりたいんですが、忘れてました、ウィズイトシン編の時も言いましたけど、8月に大事なことありました。 C1 リーグに昇級でございます。はい、41人中2位という非常に好成績で C1 リーグに上がれまして、僕が連盟チャンネルのリーグ戦を見てて、当時そこで活躍してた方々がちょっと降級して C1 にいる方も何人かいらっしゃるんですよ。そういう人たちと運が良ければ同卓できるんですね。麻雀打てるっすよ俺。麻雀っていうゲームはどんなにヘボが打っても何回かに1回は絶対勝てるゲームなんですよ。だから僕は楽しみでしょうがないです、そんな感じですね。本当は8月はいろんなことがあったなという感じでございますね、僕が3万円負けて目から血を出しながら打ってるっていう話を前回か前々回ぐらいにしたことに関してコメントでですね、
昔裏のオキスロばっか打つって10万も15万も使ってたやつがそんなんで何売ってんだよバカかよ。これ誇張してますけどね、めちゃくちゃ持って言ってますけど、あの裏とノーマルってもう根本が違うんですよ。で実際5万10万めちゃくちゃ使ったかっつうと、僕が打ってた、シオラのチェリーバージョンのやつとかはしっかり33ゲームとか4ゲーム回りましたし、そこまでね、まあ、4、5番負けることは結構ありましたけど、リターンが全然違うわけ。やっぱり本物掴んだら2万枚は出るから、うん、でその頻度がね、万枚とか、スマースローはいっぱい出るんでしょう、出るんだろうけど、そんなんじゃないから、もっともっと5000枚1万枚が身近にあったんですよ。今の代でもあるんだけど頻度が違います。まず僕の持論で昔からなんだけど、普通に負ける額の倍普通に勝てなきゃいけないと思ってるんですよ。こういう風になってるわけですね。ここが1としたらここが2、0.51 ってことですね。だからここが1万だとしたらここが2万なきゃいけない、ここが2万だとしたらここが4万なきゃいけない。花とかジャグラーってある程度そこに入ってるんですよ。僕の理想的なバランス、今のスマートスロット8万入れて16万出ます？日常的にの話だよ。僕だって毎日打ってるわけじゃないんで、あんまり大きいことは言えないよ、経験値がね浅いわけだから。ただそのバランスは崩壊してます、現状のパチスロにおいては。パチンコの場合はこれまたバランスある程度取れてるんですよ。たまに起こるじゃダメなのよ。日常的な現実的な勝ち枚数、勝ち額が、投資の倍ある台が僕は理想だと思ってるんですよね。さあ300回転でございますよ。その間1回もバレなし、キューベ先告知なしです。おい来た、この後です。さっきと一緒ですね。君なら運命を変えられる、これは期待度が 33% なんですけど、当たった場合は ST 濃厚と。緑じゃちょっと寒いんだよな。この絆ストックってすげえ強いようで、実はそうでもなくて当たったり外れたりします。銀の魔女、あー星さん、これで絆ストックが大きい。マミ京都、これはチャンスだと思います。チャンスですね。当たったらラッシュ濃厚だからね。これここは当てたい、ここは決めたい、お願いします。はい、やはり 33%。 久々の先バレをバラした直後に一応ご報告でございます。皆さんに、文化放送のポッドキャスト系番組、山田るい53世のルネッサンスラジオという個人スポンサーになっております。月額1万1000円払いまして、8月5日配信分の、ルネッサンスラジオのオープニング内におきまして、私沖光の名前がついに出ました。ありがとうございます。実際ね30秒ぐらいだと思うんですけど、内容がですね、まあ、個人スポンサーっていう既得な人たちが全国にいて、お前らは何をやってんだみたいな話になったわけですよ。まあ、例えば沖光とかねつって山田るい53世さんが言うわけですよ。パチンコライターっていうのはどうやって稼いでる人たちなんですかね。あれは何が財源でこういう個人スポンサーになってるんですかね。まあそれなりに稼いでらっしゃるっぽいですけどみたいな話をですねちょろっとしてくださいまして、俺車の中で聞いてたんですけど、おー出たーって言っちゃいました、思わず。多分僕のことをちょっとだけ調べてくれたと思うんですけど、ありがとうございます。僕は生涯ルネラジの個人スポンサー辞めるつもりはございませんので、これからも番組ね
楽しく続けていっていただければなと思います。はい、ありがとうございました。こうやらせてもらおうか。黒くなってたら一番いい。あ、来た、ほら来た。やっぱりスマホ攻略法、ちょっともう眩しさが、ほら可愛いでしょ。キューベイがね、赤く光ってんすよ。どんな奇跡だって起こしてあげられるよ。これはですね、確か、はい、55%。 さあ来た。人魚の魔女リゼロだったらほぼ大当たりなんだよね、青保留だから。いきます、ゲリラ。よし、当たりました。ファイナンス渡辺でございます。ありがとう。408回転 1% でいきなりアルティメットない。さあ来るぞ。7 7 7 5 6 3。でかいの、でかいの来いよ。90以上か95以上なら、え、少なすぎるんだけど。45、ゲリラか。さすがにダメだった。45は俺初めてだな、こんな低い数字。はい、持ち玉が3000発ですね。3003玉。冷静に考えたらめっちゃ甘いわけじゃないんだよね。しっかりした出玉を取るためには 55% の右打ち入れて、なおかつそこで 65% 継続の大当たりを1回以上引かなきゃいけないわけで、球が出てくる割合ってそんな高くないんですよ、何気にね。ただ数字マジックというか説明マジックというか、なんかやれる気がするんだよね。突入率 55% でラッキートリガーが約4分の1あるってね。この台本当にこういう風になんだよな。ちょっと待って、持ち玉が1019発になりました。あ、200回転超えましたね。やっときましょう。じゃあルーレットのコーナー、ラジオネームハウステンボーさん、ありがとうございます。ハウステンボスとかけてんのかな。お兄さんそういうの嫌いじゃないですよ。最近おすすめの本とかありますか。これよくぞ聞いてくれました。スバンテ・ペーボという遺伝子の研究をして、ノーベルなんとかなんとか賞っていうのを取った方がいるんですよ。ネアンデルタル人は私たちと交配したという、本がありまして、この1ヶ月寝る前に15分20分読んでたんですけど、これがね過去一、こういうこう勉強系というか科学系の本で過去一に近いぐらい面白かったですね。ジャレッド・ダイヤモンド別格として、このねスバンテ・ペーボさんのネアンデルタル人の遺伝子を、まあ、ゲノムっていうんだけど、ゲノムをこう解析して、それが人類と今の現世人類とどれぐらい違うのか、どこで分岐したのかとかっていうのをいろいろ説明していく本なんだけど、だけどよ、こっからなのよ。その書き方が小説みたいになってるので、このスバンテさんがこう取りまとめてた、そういうこうプロジェクトグループ、ゲノムを解析するグループの立ち上げの時からどんな困難があって、どういう会社とつながってここと仲悪くなってとかっていうのが企業小説みたいな感じで、役がね書いてる日本の人がめちゃくちゃ文章が読みやすく臨場感たっぷりで、しかもこうちゃんとした学問の本質的な部分もぶれずに説明してくれる、
めっちゃうまい人なのよ。それ読んでね、もうやめらんなくなりましたね、僕はね。ああもう寝なきゃ、もう寝なきゃみたいな、あと1ページ読もうみたいな。これは非常にいい本でしたね。あともう一個あるのが、西村健太さんの小説を僕まとめ買いしまして、区駅列車という作品で芥川賞を取った、何年前だろう、もう数年前に亡くなってるんですよね。若い50代で確かお亡くなりになってるんですけど、西村健太の小説がまた読みたくなって、僕が持ってないやつをまとめ買いして、買えるやつは全部買ったんですけど、文庫本ね、安いやつ500円600円、これ面白いっすね。西村健太を新幹線とか飛行機の移動中の、30分ぐらい読む。で、科学系の本は勉強系の本を寝る前に読むっていうのを僕はローテーションでやってんだけど、今はねこの2つがおすすめ。まず西村健太のね代表作から読んでいただきたい。まああのもう人格が破綻しててさ、面白いんだよね。言葉遣いがすごい好きなんだよね。金輪際やらね、やってやらねえからなっていうのも金輪奈落書くんだよね。これ分かります？多分だけど大正時代の藤沢清蔵っていう作家さんを気が狂うぐらい崇拝してて、西村健太って藤沢清蔵のお墓、木のね墓標みたいないらなくなったやつもらって家に飾ったり、ガチで行っちゃってんすよ藤沢製造に関しては。その辺のこう藤沢愛というかね、すんごい純真無垢な愛があるんだけど、女の人とかにはもうめちゃくちゃ厳しいっすよ。とりあえず今はネアンデルタル人は私たちと交配した、それと西村健太の小説、これがおすすめでございます。ぜひ一冊買って読んでみてください。お願いします。続きましてラジオネーム戸越銀座太郎さん、ありがとうございます。戸越銀座太郎くんからはですね、ちなみにラジオのエレキコミックと片桐仁さんがやってますエレカタのコント太郎というラジオが、ラジオ本を僕いただきましてね、すごく面白く読ませていただきました。その説はありがとうございました。もしタトゥーを入れるなら何を入れますか。これも簡単、一言で花々の花です、はい、それをここに入れます。できればここ、ここに2個入れて、こう花を叩くときに花を見ながら、はい、あとはまあ肩入れますね。肩、両肩に入れてもいいし、ふくらはぎとかに痛くないとこに入れるんだったらゴーゴーランプもいいかなってちょっとマジで思います。入れるとしたらだよ、入れないよ俺痛いの嫌だから。前あのある麻雀、女流の麻雀プロの方と、共演した時に、おきさんなんで長袖なんすかこんな暑いの、いやいや俺こっちにチーピン、こっちにパーピンのタトゥーがあって、6キューピン待ちにしてんのよ体をって。麻雀好きな人しか分かんないんだけど、この面白さ、老朽ピン待ちにしてんのよって言ったら、え、そうなんですかってマジで、驚かれました、はい、そんな感じでございます。戸越銀座太郎さん、ありがとうございました。ラジオネーム野谷さん、沖光選手のリーグ戦はどのサイトで視聴できますか。残念ながら私が所属しておりますリーグは視聴できません。公開されておりませんので、 B リーグ以上にならないと映像対局はさせてもらえませんので、基本的にもう1個リーグが、もう1個2個リーグが上に上がらないと公式戦の対局をお見せすることはできません、はい、しばし待たれ。ラジオネーム流れ物さん、ありがとうございます。パチンコとは全く関係ない質問ですみません。同じ HSP の人へのアドバイスや、おきさんなりの世渡りを教えてください。HSP というのは、ハイリーセンシティブパーソンと言います。日本語訳ですげえいい言葉を数年前に作った方がいて、繊細さんと言われている方ですね。僕は自称 HSP です。
病院とかには行ってません。なんかもう音とか光とか人の声とか、そういうものにすごい敏感なんですよね。もちろん人の心にも、人の顔色というか、そういうのにものすごい敏感で、人と一緒にいると普通の人の 4,5 倍疲れると言われております。実際僕がそうなんで、まあまあそうなのかなと思いますけど、これはね、僕がこう率先してやってるんですが、結構俺ずけずけものを言う風に思われがちなんですが、自分の意見、考え、感覚をなるべく表に出さないようにしてます。はい、人と深く関わらないっていうことにつながるんだけど、こんだけわちゃわちゃ言ってるから、何言ってんだお前って言われるかもしれませんが、申し訳ないけど、僕がカメラの前で言ってることなんか、僕が考えてる10分の1まではまあ少なくはないけど、5分の1、6分の1ですね。言ったらもう、こう社会生活できないんですよね。自分のことを知ってもらおうとか、自分の考えを認めてほしいとか、自分を分かってほしいって思わない方がいいです。感覚が違うんで、何言ってもポカーンなんですよ。こっちが思ってることを、なるべく自分を殺して生きていく方が自然に生きれますよ。ちょっとした無理を毎日積み重ねるだけで、どうしても無理だったらもう誰とも喋んなきゃ、誰とも会わなきゃいいだけなんで、それはまた違う話なんですけど、とにかくね、こう自分を認めてほしいとか分かってほしいっていう感情を完全に殺した方がいいです。本当こう飛行機の中でカーッつって寝る人もいるんですよ、このカメラの後ろに。考えらんなくってさ、俺本当。まあまあそんな感じです。お互い頑張って生きていきましょう。ありがとうございました。272回ってムカつくな、おい。ラジオネーム舞茸さん、ありがとうございます。記憶が確かなら、もともと浪川氏かっこ豚とこの番組は始まったと思うのですが、豚は出演しないのですか。ほら、浪川氏のことを豚って言うな。今そこまで太ってないはずだわ、多分。愛知とかで今後もし何らかの形でやることがあったら、もちろんたまには出てほしいなと思ってますんで、僕はね、はい。以上、何問かやりましたが、ルーレットークのコーナーでした。このコーナーでは皆様からのトークのお題を、ね、随時募集しております。 YouTube のコメント欄に自分のラジオネームと、その沖ひかるに話してほしいこと、軽くでいいんです、一言添えて送っていただければなと思います。以上、ルーレットークのコーナーでした。ありがとうございました。一番悲しいパターンですよね。朝よくてダメ、後半全くダメっていうね。普段より1時間近く長く打ちましたが、残念ながら大当たりは後半はカス1回ということで、ちょっとこれはできればリベンジしたいところですけれどもね。エンディングどうぞ。奇跡も魔法もあるんだよ。ねえよそんなもん。終わりました、実戦。いやー、魔法はなかったっすわ。総投資4000発相当、4000発のチョ玉回収ゼロということで、はい。普通に1万6000負けました。新鮮でしたね、正直。ずっとリゼロ、鬼がかりを追いかけておりました。私がついにその殻を破り、マドカマギカに行ったと。1台しかないんですよ、このお店。次回以降もですね、いろんな台を打っていきたいと思いますけれども、とりあえずチョ玉が2万5000発ありますんで、目標は年内このチョ玉を使い切らないようにしたい。ちょっと後ろ向きではあるんですけど、1回使い切ってるわけじゃないですか、数ヶ月前に。そっから考えたら2万5000発今あるっていうのはもう誇らしいことだと個人的には思っておりますんで、はい。まあ、昨日のシンフォギアのね、閉店取り切れずの死闘から、
今日今もう午後4時半なんですけど結構喋って、お兄さんはもうクタクタですんで、今から飛行機に乗って帰りたいと思います。今回はここまで。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。